PGM 創生ゴルフクラブは千葉県成田市清和線に広がるゴルフ場である。PGM 創生ゴルフクラブはかつてはセントラルビル株式会社によって1964年11月25日建設された成田カントリークラブでコース設計は泉和介が行い18ホール規模のメンバーコースのゴルフ場だった。その後不祥事があり経営が 型代わり、セミパブリックコースで再開場した。1977年、コースを9ホール増設し27ホール規模となり、コース名を、成田カントリークラブから、創生カントリークラブに、名称変更、メンバーシップコースとなった。2011年11月11日、創生カントリークラブの経営会社セントラルビルは、民事再生法の手続きを申請。 2012年4月18日、セントラルビルは、スポンサー型の再生計画案を提出、日本土地建物株式会社と株式会社レイクウッドコーポレーションをスポンサーとして、再建を図る。同年5月18日、再建者集会で、再生計画案が賛成多数で可決、認可決定を受けた。同年六月十九日、コース名を創生カントリークラブから、 レイクウッド創生、カントリークラブに名称変更した。2018年12月17日、株式譲渡に伴い、PGM ホールディングス株式会社グループに移った。それに伴い、コース名称と経営会社の称号を変更。コース名のレイクウッド創生、カントリークラブを、PGM 創生、ゴルフクラブに名称変更。 称号を株式会社レイクウッド創生から創生ゴルフ株式会社に変更した。コースは千葉県の北総大地に位置し、恵まれた自然の地形を生かした丘陵コースで、各コースは松林でセパレートされ、自然の池を生かした変化に富んだ林間コースの趣のあるコースである。また、日本のプロゴルフメジャー大会の一つで、日本ゴルフ協会主催競技でもあり、 日本選手権大会に相当する日本オープンゴルフ選手権競技大会など多くの大会開催の実績がある。郵便番号286-0827千葉県成田市西泉729番地。ありがとうございます。